はい、今回は HGD プラスゴジラ04から、この4種類紹介したいと思います。はい、まずはこのリトルゴジラから見てみましょう。まずリトルの周りにこのクリスタルがこうあって、この D プラスシリーズで再現できる、遊び心があるなと思いますね。これはなんかこう、なんか劇中だとこのクリスタルの中閉じ込められちゃうんでね、確かリトルが。で、結構この、なんか、リトルは可愛いですね。クオリティ高めな感じとなってます。はい、どうせなんで、ちょっと過去の HG と比べてみました。大きさはだいぶ違います。で、過去のはちょっと気持ち悪いですけれども、こちらの新しい D プラスはかなり可愛くなってます。はい、次にモゲラです。このモゲラ、特にジオラマのところは何もなくて、モゲラだけで勝負してきてます。でも、まあ、この、まあまあ、G フォースモゲラは、こう、まあ、そもそもこのブルーとこのメタルの、このコントラストがすごいかっこいいので、まあ、何に商品化されてもかっこいいなと思います。はい。で、モゲラの方は過去の HG と比べてみると、なんかちょっとこの、やっぱ手が、この、シュキーンとなってますね。あとは、もうちょっと、なんか、痩せた感じですね。過去のって、もうちょっと、なんか下半身太りみたいな感じなところがあったけれども、こっちの、モゲラちゃんは、どっちかというと、うん。なんかもうちょっと、なんかデトックスされた感じがします。はい。次は、スペースゴジラですね。スペースゴジラ。この、やっぱこう、クリスタルがついてきてます。で、まあ、かっこいいっちゃかっこいいですけど、なんか、まあ、クオリティは、ハイグレードなのかなと思いますかね。これはゴジラ10のスペースゴジラとちょっと似てる感じがしますが、なんかちょっとまあ、形はちょっと似てるけど、尻尾がちょっと違うのかな。うん、で、スペースゴジラの方は、まずこっちが、ゴジラ10の方ですね。かなり似てるっちゃ似てるんですよね。けれどもやっぱこの尻尾の形がやっぱちょっと違いました。はい。10の方は、ピョーンって伸びてるけど、こっちの D プラスの方は、曲がってますね。で、こっちが、一番最初に商品化された、スペースゴジラですけど、これはもうほんとチャッチーですね。チャッチーさが出てます。はい。なんで、こんぐらい、こう、進化してるって感じですね。はい。で、最後に、ゴジラ1994、このバーサススペースゴジラの時の、ゴジラですね。SH モンスターズで一番最初に商品化したゴジラも1994でしたね。なんかちょっと、ちょっと違うんですよね。この92とか93の時のゴジラと比べて、平成ゴジラシリーズの中でも、この94っていうのがなんか最終的な、なんか一番かっこいいんじゃないかと言われてるような、形、頭の形とか塗装とか、なんかバランスといい、なんか感じとなってますね。うん。かっこいいですね。94のがちょっと、なんか、まあ、とりあえずこれにしときました。過去の HG ということで。はい。まあ、こんぐらいな、この程度のレベルがこんなに、ハイグレードに再現されるようになったという感じで、ちょっと
まあ、参考例としてこの過去の商品を出してみました。こんな感じで、この HGD プラスゴジラ04は、ゴジラ VS スペースゴジラを、結構っていうか、それをメインに、作られたものでしたね。はい。なので、これは、まあ、スペゴジはめっちゃかっこいいんで、このシリーズは大好きです。はい、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。